ありがとう。またね。あ、おかえり、鬼。カレーって何入ってたっけ？人参、じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、舞茸に、ふきのとう。ふきのとうとふきって一緒？カレーでいいよね。人気ナンバーワンの国民食。ラーメンとカレーで迷ったんだけど、ラーメンじゃちょっと浮くと思って。花村とかどんな具が好きかね。あいつ細かく文句とか言いそうだし。上の階に行ったんだっけ？聞いてくる？そこまではいいよ。それになんか準備があるって言ってたし。ねえ知恵、カレーに片栗粉って使うよね？お、そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。小麦粉ってあれでしょ？薄力粉と強力粉？どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった、唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。ならキムチも買ってかない？あと胡椒。胡椒は白と黒があるよ。お、さすが旅館の娘。とりあえず両方買おっか。そうだ、隠し味もいるよね。そういや、テレビで言ってたな。確かチョコ、コーヒー、ヨーグルト。私好きなチョコあるんだった。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。あ、
魚介も混ぜる？きっといい出汁が出るよ。おかえりなさい。おう。これをお前にやろう。お父さん。ああ。行こう、お兄ちゃん。うん。この町はな、俺の町だ。七子やお前のいる俺の居場所だ。だから俺はこれからもここを守って生きていく。デカとして、父親として、な。
俺を誰だと思ってる。泣く子も黙る稲場所の堂島だぞ。ひどい、きつかった。チャリ丸ごと投げてくとかありえねえだろう。タグ捨てたやつがひどえっつーの。それやかメシメシ、あー腹減った。女子の手料理だぜ。ま、里中には正直あんま期待してないけど、天城は老舗旅館の跡取り娘じゃん。すっげえの来るぜきっと。そんなこと言って、お前一人で食うつもりだろう。いや、マジ楽しみなんだけど。これ、味見する。え？ユキコがしないなら、しない。お、来た来た。お待たせ。その愛情は入ってるからさ。お、入っちゃってる。それベタなセリフだけどグッとくるな。じゃあいただきます。うわ、あう、あうわ。おめえら、どんな…カレーは、辛いとか、甘いとかだろ。これ、くせえんだよ。それに、ジャリジャリしてんだよ。ジャリジャリしてる上にドロドロしてて、ブヨブヨんとこもあって、もう、いろんな気持ち悪いのだらけで、飲み込めねえんだよ。いや、なんかうまく混ざんなくてさ。けど、バラエティ豊かな食感が…まっちいんだよ。な、何よ。てか、それはあんたの感想じゃん。真顔で言っとくぜ、やめとけよ。遊びで進めんのもためらうわ。すみませんでした。ごめんなさい。はあ、どうすんだ。俺らの歯飯抜きじゃん。せめて食えんならいいけど、こんな物体 X 無理だろ絶対。いい匂い。なあ、大谷、そのカレー余ってね。てかくれ、くだせ。猛烈に腹が減ってるだよ。
無理ね。ダイエット中だからこれっぽっちしか作ってないし。これっぽっちって軽くバケツぐらいあんじゃんよ。なあ、なんとか出前とか取れねえかな。携帯圏外だから。てか、もう食事の時間終わっちゃうし。テントに戻れ。男子は男子、女子は女子のテントだぞ。ほらほら、早く動け。若いもんは食ったらそっそと寝るんだ。あとは先生たちが酒じゃなかった、とにかく寝ろ。シャトー。恨むからな。おやすみ。ああ、くそ、腹減った。つか、なんでお前ここにいんの。バックれたら進級させねえって釘刺されたんすよ。それに一年のテント、葬式みてえに静かだし。まあお前がいたらそうなるわな。ここ、先輩らだけなんすか。後のやつら、病欠だとさ、賢いよな。なら俺、ここいてもいいっすよね。お、先輩、器でかいっすね。迷惑かけないから大丈夫っす。騒がなきゃバレねえし。しゃあねえな。じゃあ、お前寝る場所あそこな。お、すっげえ岩あるじゃないっすか。寝れねえよこれ、マジ痛って。うるせえな、騒がないんじゃねえのかよ。先輩、もうちょっと奥行けねえんすか。無理無理、奥は坂になってんだよ。寝てる間にずり落ちるって。嫌なら戻れよ。そういや、先輩らの担任モロキンとかってやつでしたっけ。さっきそいつに外で捕まったんすけど、腹立って軽く切れかけたっすよ。知りもしねえくせに、やれ中学時代がどうの言ってきやがって。しかも厄介事を起こしたら即停学とかなんとか、大概に仕上がれってんだ。あいつ思い込み激しいからな。そういや前クラスのやつから聞いたんすけど、あの野郎例の殺された二人のことボロクソ言ってたらしいっすよ。モロキンが山のアナと小西先輩のことか。不倫だの家出だのするような人間は狙われて当然だとかなんとか、まあ尾ひれついてんのかもしんないっすけどね。嫌われてるみてえだし。あいつなら言いそうだな。ったく、俺も去年越してきた時いろいろ言われたからな。いちいち覚えちゃいねえけど。たとえ話半分でもムカつくぜ。てめえ腐っても先行だろっつんだ。あんなやつムカつくだけ損だぜ。まあそうっすね。って何食ってんだよおい。おっとっと、見りゃわかんだよ。俺んだろうが。くそ、今日こそ潜水艦探そうと思ってたのによ。潜水艦。おっとっとの隠しキャラっすよ。んなことも知らねえで食ってんすか。マジかよ、先に言えよ。まあいいけどよ。やっぱ歌詞だけじゃ腹膨れねえ。もう寝ようぜ。人のもん勝手に食ってそれかよ。幹事、お前もっとあっちだろ。あそこじゃエビ反りになるんすよ。そうか。あのさ、なんすか。
なんでこのテント来たんだ。あ、さっき言ったじゃねえすか。んだよ、なんなんすか。この際だから、その正直に言ってほしいんだけど。ああ、お前ってやっぱあっち系なの。あっち？俺ら低層の危機とかになってない？今もう。何言ってんじゃおら。そんなんじゃねえっつってんだろうが。ちょっと待て、なんで豪快に挙取るんだよ。なおさら本物っぽいじゃんかよ。なわけねえだろうが。そんなのはもう済んだ話だ。今もうそのなんつうか、口ごもんなよ、怖えよ。今はもう女ぐらい平気ってことっすよ。証明できんのかよ。証明だ。じゃなきゃ俺ら一晩ビクビクしながら過ごすことなんだろう。けっ、もういいっすよ。なら俺女子のテント行ってくっすよ。え、それはまずいって。いちいち極端なんだよ。バレたら定額って自分で言ってたろ。モロキンにまで目つけられてんのに。そんなことで引き下がんな男じゃねえ。こいつ本気で行きそうだぜ。なあ、お前からも止めてくれよ。妙な疑いにかけられて黙ってられっか。先輩にも見せてやるっすよ。モロキンがなんぼのもんじゃ。辰巳幹事なめんなよ、おら。うわあ、なあ、ちょっと、おい。なあ、アホが走ってくよ。もう死んないよ、俺。3人か、分かったよ。寝れないね。お腹も減った。あのカレーもうちょっと食べておけば。気絶はできたかもね。もう寝れないし、やることもないし。そういえばクマくん、今頃何してんのかな。一日中一人って考えても寂しいよね。そういえばあいつ前にさ、もうやだ、ユキコ逃げようよ。逃げるってどこへ。山を降りるとかはちょっと。鼻と口塞いだらいびきが止まる。ちょ、やめなさいあんた。もういや。誰。ねえ、起きてる？何してんだよ、こんなとこで。こっち男子だぞ。入れて、テントに。バカ言うな。モロキンにバレたら定額なんだぞ。戻れって。帰れないの？腐ったみかんはいねが、みだらな行為をするやつな。しょうがねえな。早く入れよ。で、何なんだよ一体。その
カンジ君が気絶して伸びちゃってるから。その全然大したことじゃないよ。いきなり入ってきていきなり気絶したの。そんだけね、ユキコ。で、そんな状況で寝れないしさ、起きたらほら騒ぎそうでしょ。だから置いてきちゃった。なんだ、話変じゃねえか。いきなり入ってきて気絶。いいか、フラチとミダラは違うんだからな。来た、近いぞ。おい、明かり消せ。おい、お前ら、二人いるな。返事しろ。いるな。花村はもう寝てるんだな。よし、もう寝てます。寝てないじゃないか。いいから黙ってまた寝ろ。いいか、ちょっと飲みすぎたか。眠くて倒れ。一気に年食った気分だぜ。まったくだよ、危うく定額食らうとこだった。あのな、お前らのせいだかんな。しょうがないじゃん。とにかくもう出れないし、朝人を起き出す前に出てっから、それでいいでしょ。なんでお前がキレてんだよ。言っとくけど、妙なことしないでよね。何勝手に。くそ、貸しだからな。だな。どうした、腹でも壊したか。いや、なんか昨日の晩俺カーッとなってテント飛び出したような気するんすけど。おかしいな、夢だったんすかね。起きたら花村先輩らのテントだったし。夢だって。ああ、よし、とりあえず泳ぐか。先輩、マジ泳ぐんすか。ほら、ダリーシーパスで。何見てんの、あんたらだけで入りゃいいじゃん。そういや、貸しがあったよな。え、待ってよ、うちらもパスパス。貸しは、まあ、そうだけど。そう、水着持ってきてないし。いや、残念だな。そうだよね、残念。ああ、そう、飯抜き我慢してボロキンからもかばってやったのに、水遊びには付き合えないと。いや、ほんと残念だってば。水着持ってれば入れたのにな。じゃーん、なんとここにありました。ジュネスオリジナルブランド、初夏の新作だぜ。知り合いの店員に選んでもらったんだ。結構いいだろう。うわ、引くわ。それ最初からずっと持ってたの。いいんじゃん、一緒にみんなで泳ごうぜ。どうする、ユキコ。水着持ってれば入れたのにね。晩飯
楽しみにしてたのにな。昨日の晩、俺らが助けなかったらどうなってたかな。わかったっつの。しつこい男だな、まったく。おっしゃ、そう来なくっちゃ。あいつら、どこまで着替え行ったんだ。ほら、じゃあ入るわよ。これは…そんなジロジロ見ないでよ。ちょっと…想像以上にいいんじゃね。昨日物体 X を食わされた分がまあちょっとは報われたかなみたいなさ。っていうか俺の見立てよくね。まあ中身がちょっとだけガキっぽいけど将来いい感じのお姉さんになるぜきっとな。そう思うだろう。すっげー不愉快。私も。冷てえ。落とすことねえだろ。いいじゃん、どうせ入るつもりだったんでしょ。自業自得だっつの。ったく最低だよね、ハンジ君。さっきからずっと黙りっぱだけど体調悪い？もしかして昨日のダメージが？って、あ、なんすか？ちょっと、やだ！うわあ！危なかった。あ、危ねえよ、こっちだろ！俺何もしてねえっすよ。くしゃ。お前らなんてことすんだ。あれ、上から何か聞こえない。だからうちらしかいなかったんだ。よかった、入る前に気づいて。先輩。何も言うな。